落ち着いてください。少々環境の変化を感じる場合もありますが、心配いりません。すべて計画の一部です。スーパーゴアネストに接近しています。侵略が始まった地点で惑星上で最も崩壊が進んでいる場所です。アークは懸命に戦いましたが、最後にはデーモンに駆逐されました。
界で旅立てるよう手助けしましょう。
場合があります。ウォータリーチャレンジと呼びましょう。人種のるつぼです。
通路を開けるにはあと2つキーが必要です。探しましょう。進化にはちょっとした後押しが必要な場合もあります。私たちの MC が強く後押しします。あれがネストの中心、この施設のメインジェネレーターにつながっています。ジェネレーターを再起動すればネストは破壊できます。
で中心チャンバーにアクセスできます。休止状態です。電力の復旧には近くの制御端末を2つ手動で起動してください。左の端末室をアンロックします。50% が復旧。ネストを破壊するには2つ目の制御端末を起動する必要があります。現在2つ目の制御室に入るこのドアは開きません。別ルートを探しましょう。何をしてもらえるかではなく、私たちのために何ができるかを考えましょう。
今日あなたが流す血がより良い明日をもたらします。
ファイドバリアが開きました。通風口からジェネレーターの制御端末に向かいましょう。フルパワーです。メインコンソールを使って中心部を破壊できます。ジェネレーターがオーバーロード、脱出ポータルをマーク。警告、メインジェネレーターがオーバーロード。メインジェネレーターがオーバーロード。最寄りの非常口へ向かってください。この施設は間もなく自爆します。作業内容を保存し、落ち着いて避難してください。ヘルプリーストの位置はまだ不明です。レーモンによる地球の摂取は最後のプリーストとそのガーディアンが倒されるまで続くでしょう。最後のヘルプリーストの位置を突き止めるには支援が必要です。ハイデン博士が捜索を手伝ってくれるでしょう。アークの指令ステーションにポータルを調整します。